第2次安倍内閣日本最高戦略とは第2次安倍内閣による成長戦略。2013年6月14日に閣議決定した。2014年、2015年、2016年と改定されている。日本最高戦略ジャパンーズバックマイナスはアベノミクスの三本の矢の第三の矢として日本経済再生本部によって名付けられた。 成長戦略。産業競争力の向上を目的とし、以下の3つのアクションプランによって構成されている。2014年6月に閣議決定された。2013年版の3つのアクションプランそれぞれの KPI が明示され、施策の進捗確認と新たに構ずべき具体策が提示された。女性活躍推進や電力自由化などが生まれ、 コーポレートガバナンスの強化によって民間企業に稼ぐ力を取り戻させようと動きは日本国外の投資家などから高く評価された。未来投資による生産性革命として以下の3つを目標に具体的な施策が提言された。稼ぐ力を高める企業行動を引き出す新時代への挑戦を加速する個人の潜在力の徹底的な間上げ施策は 生産性向上と地域活性化の推進に対別される。これまでの成長戦略においては地域活性化のウェイトは全体の政策に占める割合は小さかったが2015版では大幅に地域活性化の政策が増えている。地域活性化の基本的な姿勢としては集約とネットワークが掲げられているが列挙された具体策については 限定的な効果しか持たないと思われるものが多いため、効果については疑問の声もある。前年までの政策誘導では不十分だったとし、将来像や中期目標から逆算して具体的改革のロードマップを策定した。また、2017年度に予定していた消費増税を2年半先送りにすることも決定されたが、2020年度に 基礎的財政収縮ロジカを目指す目標はそのままであり、増税延期は目標達成の難易度を高めたと考えられる。2018年2月に了承された2017年度報告書によれば、日本最高戦略2016で主要施策に設定された134目標のうち60は目標年次への積み上げが順調に行われており、2020年に 大日外国人旅行者を4000万人にする。目標のように2017年推計で2869万人と、達成ペースを85万人上回ったようなものも、ある。しかし、54の施策では、目標達成ペースを下回っており、一例として、農業生産者が利用する農地の割合を2023年に8割、とする目標では、 2016年度末の時点で54%、転職率を2018年に9%の目標は2016年は8%となっている。ありがとうございます。